モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日はモンキーフリップロストの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきます。今日紹介するのはこちら、モンキーフリップスクリーチゴーレム&メドゥーサにカラーレンズを入れるとどうなるのか、こちらをご紹介いたします。モンキーフリップの新作ですね、ゴーレムとメドゥーサというモデルが発売しました。でこれに関しては通常、メガネのフレームなので透明な状態のレンズが入っているんですけれども、今回お店でちょっとカラーレンズを入れるとどうなるのかっていうのを検証してみたいと思いまして、いくつかカラーレンズを入れてみましたんで、ちょっと一緒に見ていただければなと思います。それでは早速どうぞ。はい、まずはこちら、これはですねゴーレムのカラー 2S というカラーに、イエロー系のオレンジとイエローの間ぐらいのカラーレンズを入れてみました。これはお店でも販売しているカトハチカラーのマラガ B という色になりますね。かなりインパクトがあるイエローレンズが入っております。フレームもインパクトがあるので、レンズの色もインパクトがある色にしてちょっとバランスをとってますね。はい、こんな感じでもう一発目からだいぶぶっ飛んだカラーリングのセンスになってはいるんですけれども、フレームが主張してる分これくらいの強めの色入れちゃっても全然ありですね。はい、でこれがマラガ B という色が入っております。で続いてはこちらですね、これはカラー 1S ですね、黒系のフレームに、これもアンポリッシュバージョンですね、磨きがない工程のものになります。でこれはライトブルーのカラーレンズ、これはロリアン BL というカトハチカラーのレンズを入れております。黒にライトブルーなんで、もう本当相性はすごくいいですね。こんな感じで、よりストリート感の強い、使い勝手のいいカラーレンズになって、カラーサングラスになっておりますね。はい、でアンポリッシュなんでちょっとマットな感じですね。艶消し感があってすごいかっこいいですね。続いてがこちら、これはカラー3番の、クリアグリーン系のカラーに、レンズは、オビエド B というブラウン系の薄いカラーもカラーを入れております。ですね、かなりこれもおしゃれな感じでまとまった色合いになりますね。男性はもちろん女性でもかけやすいような、そんなちょっとこう薄めのカラーリングになっております。最新のトレンドって感じがすごいしますね。こんな感じの薄めのブラウンですね。で続いてこれもカラー5番のフレームに、これはインディアンというカトハチカラーなんですけれども、ブラウン系のグラデーションカラーになっております。これも普通に馴染む色を入れてるんで、フレームによりトーンが落ち着いた雰囲気になっております。こんな感じですね。感じもすごく渋い感じですね。落ち着いた印象になります。で最後はこちらですね、これはクリアグレー系のカラー C4 番のゴーレムに、レンズが赤系のカラーですね、ちょっと薄めの赤になってて、これもストリート感のあるカラーリングのパターンになっております。目が見えるぐらいのカラーレンズですね。これはマドリード B という色合いになりますね。普通にかっこいいですね。はい、ここら辺が、ゴーレムにカラーレンズを入れてみました。続いてがメデューサになります。メデューサもフレームが、本来アンダーリムなんですけれども、色を入れることによってこんだけちょっと締まる感じになりますね。
フルリムの感じになるというか、レンズの印象で、まあ、枠がパッキリしますね。より枠の感じが強く出ます。ちなみにこれが、メデューサカラー2番のクリアカラーにレンズがですね、これもダブルグラデーションのモルッカという色合いを入れてます。グリーン系のカラーレンズのとになるんですけど、ちょっと下が青っていう珍しいダブルグラデーションのカラーリング、モルッカという色になってます。かけるとこんな感じですね。すごい色が綺麗なレンズになっております。フレームが透明なんで、よりレンズの色味がよりダイレクトに伝わってきますね。はい。で、続いてがピンク系のフレームですね。はい、これが、カラー 5S、 これはマットアンポリッシュのカラーのピンクですね。レンズはオレンジ系の色合いで、ちょっとあったかい感じのカラーリングになっておりますが、まあ、これもすごくおしゃれなカラーリングになりますね。まあ、男性でも全然ありなマット系のカラーリングというかピンク系ですね。メリハリがすごくあっていいと思います。普通におしゃれにかけれますよね。まあ、レンズの色がオレンジ系というかブラウン系なので、かけると柔らかい印象になります。この色が、アトランタっていうカト8カラーになりますね。続いてこれもフレームがですね、カラー3番、ちょっとブラウンと黒の間ぐらいのちょっと綺麗な色になるんですけれども、その、メデューサにこれはバルトというカト8カラーが入ってます。カラーレンズの色はグレーかグリーン系のカラーからブラウンのグラデーションになって、まあ、フレームがすごい締まる感じのカラーリングになりますね。サングラスの感じがこれだと結構レンズが濃いのでより強くなってますね。全然印象違いますね。さっきのクリア系のフレームとかピンク系のフレームとは全く別物の雰囲気になって、よりかっこいい感じになりますね。はい、これが、バルトというカト8カラーが入っております。続いてこちらがフレームが黒でレンズが、グリーン系のカラーになります。まあ、より黒とグリーンのメリハリが効いてすごくおしゃれな感じになってますね。はい、かけるとこんな感じになります。結構このアンダーリムなんでちょっと細い系のカラー、フレームになって、まあ、今逆に新鮮ですね。ちょっとこういかつい感じになるんですけれども、結構これもありそうでなかったデザインになっていると思います。色が入るとまあ透明なフレームとは全然違う印象になるんで面白いですね。はい、いかがだったでしょうか。こちらのゴーレムとメデューサのカラーレンズを入れてみたバージョンになりますけれども、まあ、通常透明な、まあ、土入りのメガネになるんですけども、色を入れることによって全然雰囲気が変わって、よりちょっとこうストリートな感じというか、よりカラーレンズが入って、まあ、インパクトが出る、そんなフレームになると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、本日はモンキーフリップロストの店長高橋がおすすめのアイテムを紹介させていただきました。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。